お願いします。失礼します。みんなよ、3、2、1、はい。おはようございます。スローバックステーションのジャンジャンです。本日神奈川県にありますダッププレステージさんにお邪魔しておりまして、抽選受けたんですけども、後ろから10番目でした。番ということで、何にしようか迷った間に、本当はワニアドベンチャー行きたいなと思ってたんですけど埋まってて、となったらもうこういう時はアマデジからコツコツとかなと思いまして、ティガのライトにしてみました。でライト実践が連戦になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ今日はライトだけじゃないと思うので安心してください。ミッションはこちら。どうもジャニアンです。新しいミッションが始まりました。今年のミッションはチャンネル対抗戦。毎月ポイントを多く獲得したチャンネルが勝利、負けた方は隣駅で罰ゲーム。ポイントルールはこちら。11月末までのトータルポイントが多い方は超ご褒美休暇、少ない方は超過酷罰ゲーム。レンジと協力してミッション頑張ります。たとえぶりーで、ただ打ってもつまんないかなと思うのでルールを切りました。こちら。1、ラッシュを取らないと大移動できません。2、移動先の遊戯は持ち玉のみ遊戯可能。3、大移動するときは今打ってるスペック以上のものに行かなくてはいけない。このクソ版からでも成り上がって見せたいと思います。それではザッププレイステージさんで勝ちを目指して成り上がり。よし、お願いしました。カゼブリー。では行きましょう。はい、通常時の演出に関してはもう変わらないので、先読みチャンスモードつけていきます。はい、ではライトになったスペックなんですけど、129分の1のライトタイプになってまして、突入率が 53% と緑の時よりも上がってます。嬉しい点なんですけども、緑の時は図柄ぞろいでラッシュ取った後にウルトラバトルラッシュで1回勝ってから超高ラッシュに行ったんですけど、今回は、そのまま超高ラッシュ行けますので、いきなり高速消化のラッシュに飛べると。そしてライトにもかかわらず右打ちの半分が10ラウンド、半分が3ラウンドとなってます。できればね、そこそこの出玉を持って上のスペックに上げたいなと思ってますので、ティガのライトどうなったかお楽しみいただけたらと思います。ティガライトになって演出バランスどうなったのって話なんですけど、まああのままです。やはり一番最後のウルトラプッシュサプライズボタン待ちっていうのは全く変わってません。で、信頼度がね、当たり前ですけどライトになった分上がってるんですけど、まあ、ストレス軽減として信頼度は知らない方がいいと思います。まあ、この台をね、まあ、打ちたかった理由としても手が大好きっていうのはもちろんなんですけど、まあ、世間を騒がせている243ですよね。まあ、243が何ぞやったら皆さんググってください。僕はそういうのも好きですけどね。いや、人間が作ってるからしょうがないですよ。ミスはある。レインボー保留が紫に変われる街です。ラッキーエアで通常だったりとかね。あら、先読み頑張りましょう。で、偶数よりも奇数の方がラッシュ優遇なのは変わってないんで、できれば奇数がいいですね。一応今回紫保留で 50% にはなってます。で、変えてくれる赤保留とも紫で、ガッツミッションできればハッキングがいい。何くれるかな。変身やだな。射撃訓練、あー変身かー。あー、でパワータイプじゃん。あるある、あった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 。これは強いで、赤保留。いや、これはもらったパターンかもしれません。赤の時ってね、大体5点しててグリッターいって外れたパターンが多いんですけど、これグリッターいかなきゃいかないパターンだったら熱い、個人的に。いいよ、おっつかなくていい。そう、このパターンのが僕嬉しいです。なので赤カット以上ですね。さあ、キリエロイド VS 系では一番上、タイトル変わっちゃえ。 OK、 曲チェーンはしないですね。いや、もう十分十分十分。いや、パワータイプはね、信用していいんです。ライト大丈夫あるよ。あとはボタンだよ。さあ、ライトになって当たるようになったティガをお見せしましょう。ウルトラプッシュ、はい、オッケー。26
6回転投資3000円ってか押したばっかなんで実質2500円です。 OKOK でここで53%ぶち込めるかどうか。変身デフォルトでボタン連打して後ろの奥パネルがレインボーになってくれても濃厚ですね。これレインボーになんなくても昇格することあります。さあ七図柄お揃いを行きましょう。いやラウンドで頑張る。ラウンドはとりあえず赤文字の方で来てくれたら 66% あります。ノーマーブルーでいや幸先いいよ。あーおかだったらこれサプライズ上がってこなかったらほぼ無理。厳しいよね 3% だ。こうやって当たりをすぐ楽しめるところがやっぱライトの魅力だと思うんで、なんかミドル打つと怖いなっていう方はねぜひまずティガのライト打ってみてください。さあ2枚目光の速さで当てますよ。まあ1、2球も荒れるよね。この間地獄少女300回もあったもんね2回とも。おーし間に合った。赤フラは 90% ありますから。さあ青ですか大丈夫。はいボタンバイバイいきなり赤帯もう赤掘りもうやばいもん。赤がいっぱいレッドゾーンだよ。できれば1か5で先輩とか2。さあここで掘るともう問題はないでしょう。やっぱキリエロイド絡んできますよね大当たりに。もうデフォでももう怖くないっす。おっ赤まで飛んだあざす。どうぞ飛び出してください。いい音。ちょっと待ってました。245回転投資2万です。入りゃいいのよ入りゃ。奇跡を起きろお願いします。どんだけ 47% 引くの。次で3度目の正直でぶち込みます。ぶち込んじゃえばこっちだもん。3枚目入れたくないけど4枚目っておかしくないですか。ライトなんですけどどうなってんの。立ち回りどころかこれ自滅ロードじゃん4枚目。いや万発出るよ。出ることには出るけどさそんな引っ張り出る台じゃないぞこれ。よしこの実戦に光を生み出してください誰か。これは当該だと思う。ウルトラライコーじゃん。めっちゃ熱いって。あのライコー赤の時点でもうウルトラライコーモードなんですよ。ゴルザだ赤保留。ここだけ不安。まだ保留1個。おー当たったゼブラだ。よしなんなら1回負けて復活してほしい。そしたらラッシュ。まあでもウルトラプッシュでしょうね。はい。おやったビームラだった。ラッシュやっと取ったよかったですラッシュで。ありがとう。総投資3万4500円とてもアマネジの投資ではないですけどもう超高ボーナスここで万発出しましょう。で今作は、転落が129分の1でエオボトリフケートが30分の1です。でトータルで継続率変わらず 84% で半分が10ラウンド半分が3ラウンドって形ですね。で30分の1になったってことで転落しても残保留での引き戻し率が高くなったので最後の最後まで諦めない展開が続きます。で僕ノーマルモードでいきますね。7図柄が出てきてくれたら、10ラウンドですね。で他の図柄だったら3ラウンドです。で切ってくれるパターンとか昇格パターンいっぱいあるんですけどやめてよ。奇数じゃない。消えて空気読め空気読め空気読め空気読んだ。よしであと赤系全部大当たりです。もう早いとこ決めよう一回、まあ、一発決めたら流れつかめるんで。もうあクリスタル入ったけどないわけに。あレインボーありがとう。このレインボー大好き。レインボーは多分10です。かっこいい。
よし、まず10ラウンドスタートでかいぞ。ちょっとね、ハマったんでここら辺でポンポン30分の1を引いていただきたい。お、やったー、ボタンバイブでけー、キレッで、何回って出る前に切ってくれる方もあります。この後もう M1 にしか聞こえないこの曲、何回で出る前に切れ。あー、これ出ちゃったらダメなんですよね。いかにね、ガタの像を味方につけるかですから、ティガーは赤で OK、 ありがとう。ナックルパンチ、キレッ。よっしゃ、やっぱこれやるために言ってますよね。おい、レインボー、ありがとうございます。10ラウンドです。いや、乗ってくるぞ。いや、ライトとは思えないこの出玉感、早い。これをお見せしたかったんですよね。まあね、騒がれてるあのバグとかありますけど、まあ、そういうところも面白いんですけど、それ以上にあのスペックだけ見たらまず神台なんですよ。で、この速さと出玉感で、これを届けたかったんです。なんかお手軽手がですよ、出玉感そのままにって感じで。いや、このまま10ラウンド勝てたらですね、まあ、神曲希望の光とともに7、 OK、 7出す。とりあえず9000発出したらまくりです。ゴーゴー、おー、ナイス。おー、いいね、いいね、やるよ。いや、手が本領発揮してきた。これまくれるぞ、これ。1、2、3、4、5、うわ、めっちゃ偏ってる。もう弾作って移動しましょう。しっかりとした弾作ろう。ちゃんと出玉感を残せれば僕は満足。やばいよ、奇数でゲロー。意外と勝てる。まず最初は赤ボタンかどうか、上がってくるか赤ボタンかどうか。ここ2号立つなら大谷、まあしょうがない。ボタン頼む、デフォはやめろ。あー、デフォボタンなら連打で赤くしましょう。ティガ頼む、紫赤ポンっていこう。赤30分の1引いてくれよ。リザルト画面でまず数字がなかったらその時復活濃厚ですね。で、復活するときはボタンバイブします。出ちゃってます。ハテナハテナハテナでもない。バイブレ、あー、バイブない。そう、持ち玉5158個、まあ半分ちょっと回収って形ですね。はい、まあ脇台探すついでに、テナの状況なんですけども、もう朝一ここブワー埋まりましたね。リゼロユニコーン、毎回来るたびここいつか座りたいなと思うんですけど、やっぱ両番じゃないと座れないですね。ここからどんどん伸びてくるんじゃないでしょうか。そしてエヴァもいいな。エヴァ、まあ、今月ね出しましたけど、もう一発狙いたいですね。まあいろいろ候補見たんですけど、わらしべで行くって考えた時に、まあバッと199で出玉作って、出玉スピードも速いって考えて、この空き台の状況だったら大和かなと思うんで、大和行きます。ティガからの出玉で乗り上がってみせます。まあサクッと当てて、サクッと入れて、サクッと弾出して、まずプラスにしましょう。そして大量の出玉を持ってミドルにドーンと押し込みたいと思います。カスタムレバブルと叫び合っていきます。まあ199のライトミドルです。ACに混合機もみんな大好き、もうオンリーワンってだけあって1回転で全てが決まります。突入率は 60%、 右の 5% で金ヤマト10ラウンド取れたら上位ダッシュ突入、ぶち込めたら大量で生間違いなし。何球しか打ってる中で一撃1万5000とかなんとか出たらいいな。プラスを目指して頑張ります。とにかく金が熱いんで、先読みレバブル金でもう王です。だからもう今日パチンカーのリアルですよね、これで。お店行って抽選全然ダメで、じゃあどうしようかというような、本当にリアルなね
内容かなと思うんで、あるじゃないですか、わらしべしようと思って結局アマでまず撃沈するみたいな。まさに今日プロみたいな方はあの番号で帰るんでしょうけど、まあ、養分1号は帰らないよね。199は5000発で当たりますから大丈夫。おお、先読んだ。バイブは、いや、いいプレゼントくれ、お願い。うわ、しまいぶった。レバブル変化、キーホルー飛んだね。もう何も怖くないよ。で、ここのアイキャッチが赤になってくれれば、ああ、白だ。はい、来た。進む、タイトルか、OK。 まあ、キャラクターの中では一番多いです。2ラインが一番多いですよね。1ラインだと濃厚、3ラインでチャンスアップ、2ラインがデフォルトです。大丈夫です、さすがに。もう金だ、珍しい。これ緑赤金なんですけど、赤で十分なんですよ。金なんかめったに出ない。間違って7。まあ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 、さあ期待しよう。60%ありますからね。ハード一撃で、まあ、ボタン連打で、まあ色なんですけど、まあ、赤だったらこれもドーンがあるんですけど、緑だったら意外と復活多いですね。逆に赤まで行くんだったらここで当たんなきゃまずいです。赤、あー緑が 30% ぐらい、3回に1回。いや、大体は入るの。ぶち込むぞ。3、2、1、発射。となると、でも緑はね、復活が多いからまだ諦めちゃいけません。光がそこに行った時にキュイン、ダメだ。モスタバ2600個だから、まあ2400個で1回いけたとしたら、まあ次で仕留める。おお、ツアーリング、カスタムしなくてもこれ待ちです。赤保留、もうこれはバイブルな、間違いない。ハイブルーって、おー、ハリカムから、ハリカム出たー。いや、初当たりは取れてます。なんなら手がより早い。いや、こっち 60% だから手がよりは入るよ。赤までバン、ドン、ドン、そう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 、これはもらうぜ。もう僕も手が震えてますから、入れたくて入れたくて。ぶっ飛べ、よーし。はい、こっからやる仕事、次10ラウンドを引くことです。 5% を引ければ上位ラッシュ、まあ続くでしょう。はい、大体みなりは大丈夫で、 V 入れて焼き物完成すれば OK です。はい、これで継続。おお、待って、あ、違った、ごめんなさい、勘違いした。今2人だからあれかと思った、これデフォですね、すいません、失礼しました。6ラウンドだ。いきなり俺10ラウンド取ったかと思った、ごめんなさい。さあ4、怖くないよ。さあ継続、はいはいはい。でクルーコンボが欲しいですね、役戻しまって。200、いいよいいよ。まず枕ねば2、直7とか欲しいっすね。おっと、早くないか、弾入れてってキャラ変えるか、タイトル赤にしなきゃいけないです。タイトルこれ、あー、うまい。
でもね、半分は勝ちます。打てよ、プッシュかよ、届け。そんなものか。3連ってことないでしょ。復活多いんですよ。この光がゼロに行った時にキュイン。まあ続くでしょ。まあ僕今日大阪に移動もあるんですよ。ティガとヤマトを2個打って、今日 50% ずつか 60% ずつ時間かかっちゃう気がするんで、最後はこの機種にします。じゃあいきます。よっ、100突ならね、いいでしょう。さあ、リング久々ですけども、31回の100突 S デッキ、も安心のタイプです。もう注目 S、もうプディショージさんといえばのデンジャー柄、そしてリングといえばの手の両手ラッカー、最強リーチ、サダコ終焉リーチ、もうこの3つが、まあ、鍵を握ると言っても過言ではありません。まあ、デンジャーどこで出ても一応75倍以上です。で、大事なのがやっぱり金がいるんですよね。金が出れば期待大、そして貞子が出てくれば出れてくるほど手の落下の期待度が上がってきます。まあでも AD やってる時に怖いなって叫ぶ気味悪いのはあって、だいたいデータを保存したりとか昔の番組のバックナンバー保存したりとこって、まあ、地下が多いじゃないですか。あの日光当たらないし保存状態良くするためにだと思うんですけど、で僕入りたての頃に地下でこれとこれとこれの素材持ってきてほしいって言われて、あでテープ探してきますって言った時に降りた瞬間に、ちょっと待ちましょうか、これ指差したとこいますね。まだまだなんで継続、色大事。これ赤だったらいい展開もかもしれない。デフォルト、あ金落ちる、これ待ちこれ待ち、もうこれはどうでもいいわ。あしかも移動背景熱いです。あー貞子待ってた、貞子熱いじゃん、移動背景も熱いじゃん。もう上から上から上から追っててよ、エフェクトついたらチャンスです。写真ここで落ちろ、あー熱いけど手がね、いやこれ結構王道ですよ。これ裏ボタンで赤までいったら発展しますよですね。あー固有のチャンスアップないです。金系のチャンスアップはなし、金プル金タイトルだよ。どっちも6割オーバー、まあ、これ発展します。あー金カットイン、落ちろ、エフェクトついてる、落ちるチャンス、う片手か、片手で 30%、 まあ落ちるだけ偉い。貞子を召喚されました。あバクフラ、バクフラきっと来る、これ確かで 70% だった気がする。金、あーもう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 、これ外れたら帰ります。ナイス、早っ、やっぱ貞子だったか。 24% で何で昇格、どっち、6ね、いやありがとう、100凸だから、持ち玉残り2300個です。100凸なんでもう ST 楽しめますね。さあここから 52.5 分の1、74回転の ST 継続率が 76% ですね。で僕はやっぱ新搭載の、僕は待ち伏せ派です。まずこのね、ボルダリングゾーンでトトと当てることが大切なんですよね。太い連チャンをするときはマジでここで当たる。もう赤激アツ、落ちろ、図柄見えた瞬間、だいたい左図柄が見えた瞬間に降ってきます。いいよ、2、3から始まるチャンスアップ、1、さあ0、貞子惜しい、いいよ、落としていいよ、オッケー。これ奇数ね、変わるの濃厚じゃないんですよね、上がりやすいですけど、ボイス機超えたり回ってくれたら昇格の子、
あーどまっこいじゃダメかも。大体回るんですよ。まあ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 スルーするだけ偉い。でもいいんです、前半パートでこう当てることが大事なんで。8625発通したんで、それ以上出ればまくり、クソ版からでも成り上がれるところでお見せしましょう。さあ貞子の本気、まだこんなもんじゃないでしょう。あのこっちのモード中はマジで飲み物飲まない方がいいですよ。あの吹き出すんで、あの大惨事になります。多分白い服とか着たら多分ね、あの服がホラーになるんで気をつけてくださいね。ぶっせー。さあ後半パート、まあここはまあ違和感を探す形ですね。髪がぶら下がってるとか、後ろに貞子がいるとか。今のもステップ4まで行ってくれてたらチャンスでした。消えちゃうかな。開けちゃった。そしたら戻ったら、もしかしたら薬物上がってくれば特殊リーチの可能性もあるんですけど、まあ、ここも赤系待ちになります。いけるよ貞子、大丈夫だ。今会いに行きます。ステップ1、ステップ2、人型とかを通ってないよね。ステップ3、行って、とりあえず。おお、勝った、タイトル大事。あーでも診療じゃまあまあだな。あー怖、いやもうここでどこで追ってるか分かんないんですよね。あやばいやばいやばい、奥奥奥奥、佐々木君の気配、いてくれ、会いに来ました、ジャンジャンです、お願いします。あーいないの。赤外すの嫌なんだけど。あ、もやもや出た。もう数じゃ当たる。よし、ここで赤が大事。赤、そう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 、これね、あの、あー衝撃注意、熱い熱い熱い、連続を前に倒して確かめてみて。確かめます。嫌な予感がする。テルート、これチャンサブルート。あー優しかった。今の分岐当てるのめっちゃ長い。やっぱね、タイトルがいかに赤になるかですね。予告の赤とリーチの赤どっち大事ってなったら、絶対に僕はリーチの赤だと思ってます。で、序盤の説明ちょっとあれだったんですけど、場所の順は、学校、病院、家ですね。家の順で、今見たく衝撃ルートってあるんですけど、手のオブジェを見つけた時はチャンスルートになりますってことを話しても、まだ30秒残ってるんですね。で、ちなみにジャッジの時にこのサダジョークが出てきてくれて、引いてガーッと落ちてきたら分割点が出てきて、保留連もありますよっていう差だったりもします。とりあえず10ラウンドで、あーまたデフォだ。そんな 30% 引く、ここ当たったら気持ちいいんですけどね。まずね、テンパってくんないと何もできない。これもう赤、とにかく赤文字待ちで、ここに出てる魂が全部集まってくれたら、この後も時短つきますよっていう形なんですけど、魂も出てこないしね。ラスト、陽一、待って、赤だ。いやこれ頼む、お母さん。そう、1740、弱ーってか10ラウンド引けなかった。まあ悔しいからリング突っ張ります。出玉は3791個、まあちょっとずつ回復してはいますね。319ってのに回復するスピードおかしいですけど。おお、びっくりした。これね、 17% ぐらいですけど、ガセもあるんですよ。呪いはあなたに向けられたぞ。これ色赤、赤欲しい。よく言うと金。もう一回上がって、これ、そうですね、赤。貞子周囲いけないかな。
そのまま行った。後半いけそう。うわあ緑かよ。貞子落ちろ。うわあ手が落ちない。おお両手落下。話変わった、話変わったよ。まだ持ち玉542個残ってます。ライン緑弱かったですけどね。このステージは参加型になるんですけど、貞子周辺に飛ぶと熱い。山村そうね。でも両手落ちてるからな。頑張ります。あ、いたいたいた。おいつけおいつけ。あ、いた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 。この鏡って、どこにいる。何そうだよね。触れます。うおお当たった。252回戦楽しい。これ飛んでこいやな。まあまあいいでしょう。いやもう仕留めますわ。これでまくります。ここで僕はいつもと変えようと思います。今通常ホラーですけど最強ホラーにします。これ各モードを最強にしたら変わることがあるんですけど、今の待ち伏せに至ってはリーチ中のもう問答無用で突然この手の落下が落ちます。死ぬほど怖いっす。やっぱね最強にならないとまくれないっす。さあ貞子お時間ですよ。おお最強、びっくりした。もう10ラウンド取ってくれ。バトボタン OK。 10ラウンド。いや最強っすわ。始まった始まった。いやこれね最後まで見れたらまくってますよ。10ラウンドで1個進んでいくんでね。あー怖かった、ほんと怖かった。おお最強。おいしょ。あれなしでしょ。なんか今日本語じゃなかったよ俺。おいしょ。恥ずかしい。打って何年目だよこれ。あいや、バイブった、ありがとう。クソ欲しい。来ると思わないじゃん。あ、先読み切れたなって思っただけだ俺さ。おいしょ。このパチンコはドイツじゃなきゃ作れんよな。もうこの間が怖いもんね。いつでも落ちるよねっていうのをさ、やっぱ念頭に置かなかったら日本語出なくなるよね、力ね。うわーやー怖いの来た。本当に怖いって。リーチになってほしいけどマジで怖いよこれ。よし俺を怖がらせてみろ。いやもしかしたらワンチャン時短取ってるかもしれないし。白い。あと魂は4つ。あと1日来て。あと2個。時短取ってないかな。よし貞子覚醒。うわーし取ってたー。よし今日10ラウンドもう最高。すげえ。ラスト回転仕留めました。よし、ま、嬉しい誤算。さあ貞ちゃん頼む。あーお願い貞子。おお2たっぷり使うね。とあーなんか煽ってはくれてるんですけど。あいいよいいよ。揺れてるよ揺れてるよ。あかん。あそんな髪熱いっすよ髪。これはテンパイしますね。あもう赤出てるからそうですけど。お願い赤以上で。どこ？診療所病院真ん中か。
前に倒してから。私も手のオブジェルートはいかなさそうですね、これ。どこ？空気重くなってきたね。どこでも当たるからね、これ。息苦しいかも。あー、20秒切った。ここは秘密がありそう。貞子、もう時間ないよ。もう時間ねって、貞子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 、いねえの。赤外したぞ、おい。白影通ってないもんね。いや、ラストチャンス。お、ラストチャンス、頼む。赤だ。いいよいいよいいよ、赤なら全然あるから。よく白で発展した。絶対色よ。私も手いてくれよ。あ、あ、衝撃中。チャンスルート、いきます。光の正体は貞子でしょ。嘘だろう。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。赤タイトルでしょ。いやー、5秒しかねえ。お願い。よし、ありがとう、いてくれてありがとう。危ない、よく白から言ってくれた。やった、自由だ。もう少しでまくりまで。2発はこの登ってる最中に決めてほしいですね。さあ行こう。俺のこと呪ってくれ、貞子。いいよ、ナイス青。落ちろー。しよし、回って回って回って、赤、どっちだ。オッケー、ギリ足りないけど、どっちかな。これ何発なんだろう。8625突破すればいいんですけど、何発か見ましょうか。9000発ありがとう。足りる？84、8000か。はし、うおー、まくったまくった、うおー、まくったまくったまくった、確定しました。成り上がった、あのクソ番号から。よし、あとはもうプラスを伸ばすだけですね。うぅ、どっちだ。あー、2位か。2位。あ、1はこれか。落ちそうじゃない。落ちろ。よし、お願い、10ラウンドありがとう。いや、目指したいっすね、ここまで来たらね。万発超えたら、レンジのためにも、ひらがなチームみんなのためにも。でも10ラウンドで終わってるから、ワンチャンロング時短ありますからね。あと何日だ、あと2日。第2走、あ、行かない。4つ来い。あ、4つ来た、やった、7パー取った。よかった、ロング時短取ってました。もう怖くない。いや、ありがとうございます、巻き戻し。よっしゃー。あー、これで時短でこれ分消化しても、次そっか U タイムが始まるので、まあ抜けることはないでしょう。2000回転ぐらい回せるんでね。おお、早っ。バイブレ、あー、バイブってない。よろしくお願いします。
いや頑張りますよ。よし。ありがとう。いやもうこれは成り上がれるぞ。もうラウンドまで成り上がってましたからね。おいよいよいよ、雨降ってきた。あ、人影通った。なんか悪い予感です。二個複合いてくれ。よし、もう金で赤どこ。あ、一個一番やばいですけど、赤ならなんとか耐えれそう。赤タイトルなら耐えてほしい。いやーで短い。いやーこれきつそう。ノーチャンスアップ。うおビタだった。よう落ちたな今。あと2回だよ。10ラウンドならどっち。もういやー10ラウンド欲しい。ここでもっぱ立てましょう。あと3つ。うわーやばい。最後3つ来るのか。あと2個当たってくれ。文字白い。締めるな。うわー13,760。いやでも目標の勝ちはゲットです。はい、クソ版から見事に成り上がりました。まあ、3機種打って、まあ、1機種目と2機種目はちょっとふわふわしてた感じもあったんですけど、久しぶりのサダコすっごいやれた感があってめっちゃ怖かったです。まあ、両版じゃない場合で本当後ろの方だと、まあ、こういう実戦もにもなるかと思うんですけど、まあ、できる限りあがいてこうやってプラスにつなげられるよう、これからも頑張ろうと思います。ありがとうございました。本当にめっちゃ怖かったです。海が好きなのは皆さんだいぶ認知していただけてるのかなと思うんですけど、バンパラも好きなんですよ。おいで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 、おいしいカツオだよ。チュールだよ。チュルッと当てよ。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。